フリッツ・レーバーは、ドイツの画家である、歴史画を描いた。1908年から1924年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長を務めた。現在は、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州のブッパータールの一部である、エルバー・フェルトで生まれた。地元の高校で学んだ後、エドアルド・ベンデマンの弟子になった。不仏戦争に参加したため画家の修行は中断されたが、 1870年代に宗教的テーマの版画の大作で知られるようになっていて、1881年のドイツ帝国皇太子のビルヘルムの結婚を祝う工芸品のデザインも依頼された。コニグリック・プリアシスカン・カンスト・カデミー・デュッセルドアフと名前が変わったデュッセルドルフ美術アカデミーで、1893年から教え始め、20世紀になってから、 デュッセルドルフの国際美術展や演芸展の開催に貢献した。1908年から1921年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長を務めたが、その運営は保守的であり、1900年頃の美術アカデミーは、ドイツ皇帝、ビルヘルム2世の保守的な芸術の好みを反映したものになったとされている。1909年に、教会美術や、 ステンドグラスの技術を教える教室が作られた。1919年に、デュッセルドルフ美術アカデミーは、工芸学校を統合した。1905年に、コマンドゥルスクロイズ2クラスと、リッピーチェンハウスルデン2クラスを受訓し、1921年に、デュッセルドルフの名誉市民の称号を得た。アルゲマインズカンセラーリグジコン、ビオ、 ビブリオグラフィスチャーインデックス AZKG ソーバーラグミュンヘン1999-2000バンド8 ISBN3598239181S464 ありがとうございます